どうもこんにちは、ジャストビート山手真美です。ね、あたるちゃんはね、不覚にも風邪をひいてしまいまして、鼻風邪でございます。鼻風邪、熱はね37度ぐらい、鼻風邪ひいてしまってですね、これなんで風邪ひいたかっていうと、みーちゃんちょっと鼻水垂れてたんで、ね、あれみーちゃん風邪かなっていう、風邪かなみーちゃんって言ってた。そしたらみーちゃんちゃんのこと好きだから、ちゃんが寝てる時にね、ちゃんちゃんっつって横に来る、うん、垂らしながら、で俺寝てるじゃないですか、こうやって、でいついるかもよく分かんない状態で横に寄るんですね。いやゼロ距離ですよ、うん、もう三つどころの話、三密どころの話じゃなくて、こっそり来るからね、隠密。ちょっと離れててって思ったんだけど、寝て起きたら横にいるから、もうね、三密どころの話じゃない。で、見てください、鼻。ここガンクグワングワンってなって、みーちゃんも治ったんですよ。みーちゃん治ったんだけど、俺なんかひどくて、ひどくて、全然もうコンクリ詰めたみたいになって、でこれでも全然もうね、口呼吸なんです。今ねずっと口呼吸で、喉乾くわ、息苦しいわ、ね、これどうにかしたいんですよ、どうにかしたい。で別にこれ新型か旧型かってじゃなくて、おそらくこれ新型なのかな、いや新型味覚はないです、鼻詰まってっから。ね、キレとね、もうごくごく飲めるぐらい味覚がないっていうか、もう鼻が効いてないで、うん、鼻取りよくなったら分かるんだけど、もう鼻こうやってる状態で変わんない、ほら声変わんないでしょ、ほら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 、ね、もう鼻水がつくんだけど、うん、とにかく鼻風、うん、これ分かんない、新型かも分かんないけど、これ旧型かな、これ旧型コロナかな、うん、まあ、とにかく風邪ひきまして、ある意味息苦しいんですね、肺炎とかじゃなくて息苦しいの、鼻詰まってて、でもうナザールもね、ナザール刺しても効かないですよ、なんかもう、うん、ちょっとした鼻詰まりとかじゃなくてもガッチリ、なんかあれなんで、でどうしようかなと思って、もう人工呼吸器作ろうかなと思ってます、今から。人工呼吸器。うん。で、どうやって作るかっていうと、これ、こちらね、スーパーワッフルボードで買ったポンプ、ミニポンプがあるんで、これ。これで、人工呼吸器、ここにこう、やって、ここに入れようかなと思います。はい。これ人工呼吸器を作ります。さあ、うまくいくから、ええ、勝つから、この戦いはコロナに負けない、ああねえ、コロナと負けないから、マジでこれ絶対作ってやるから、ねえ、みーちゃんがまた子供からだよ、また子供からだよ、気をつけてても寝てる間に来たらさ、そっやります。あ、これね、これ、YouTube じゃなくて、マイチューブね。チューブ。たまたまあったやつ。たまたまあったこのチューブをね、切ります。こうやってね。適度の長さで、こうやって切ります。切ります。こうやって。ちょっと入らない。ちょっと入らないから、こういう時はね、こうやって、ちょうどいいかなと思って入らなかった。同じ大きさだから、これビニールテープで、ね、これ、連結します。無理やりね。苦しい、肺とかじゃなくて鼻が詰まって苦しい、大丈夫、ご安心ください、しばらく選挙も行きませんから、ご安心くださいね、まず仮止めして、で仮止めして、これでいいだろう、
大丈夫だろうな。何が GoTo だよこの野郎。何が GoTo だよ。あ、来る来る来る、来ます来ます、ね、お、結構な風量、結構な風量です。でこれにストローですね、これストロー、でこのストローにティッシュをこう巻きますね、2本こうやって巻きますよ、こうやって。でここでこう支えをね、土台を作って、土台を作った上でここに差し込みます。土台を作ってこう差し込みますね、こうやって、うん、土台作って差し込んで、こうやってこうスーパーワブルボールの風船膨らませるやつですね。こないだ公園で撮った動画のあれですね。でこれをまたここ連結します。で空気漏れないように、空気漏れないようにね、こう曲がるストローで、曲がるストローでやった方がいいかもしれない。ほら、うん、こうやります。でこっち取れちゃった取れてんじゃねえよこの野郎、取れんじゃねえ。あー、もう一回だこれ、あガッチリやらなきゃダメだこれ、ガッチリ。よいしょ、あぶねえ、指切るのがあった、あぶな、ハサミで指切るときってある、これ危ない。や、俺やっぱり麻痺してた、なんかいろいろちょっと麻痺してるね。これでもう一回くっつけば、くっつか、こっちツルツルしてくっつかれるのか。オッケーならでもスイッチ早い、うん、なら分かった、よし分かった、ならば戦争だ。圧倒的物量で攻めるよ、うん、圧倒的物量 でこう X掛けですよ、こうだ、そうでしょ、 X 掛けよっ、これなら取れないでしょ、ほら、これなら取れない。さらにだよ、さらにいくよ、さら、うん、にいく、よしやってやるぜこの野郎、はあ、見てるよ、鼻、この鼻詰まり、この野郎、鼻詰まりって意外と腹立つよね、なんかね、自分の体なんだけどさ、鼻で苦しいよ、鼻詰まりで。これ俺しくっついた、 X 掛け、でこっちもね、こっちも取れないようにね、こうやってここね、こうやってここのでティッシュとかから空気漏れるから、ここもガッチリいきます。ガッチリ、ガッチリバンで。おそらくこれ新型じゃないな、これ。でも無症状ってほど無症状でもない。みーちゃんどこでもらったんだ、これ。みーちゃん元気だ、でも。みーちゃん元気でね、お外で遊びに行くくらい元気だね。俺だけだよ、これ。そりゃ映るよ。もう関節も痛いもんね、いつもの風邪です、これ。だからね、コロナはね、別に怖くないんだけど、聞きたくない、普通に。うん、入ってきました。これ風邪来るかな、テスト。来るね、予報来るね、これ予報来てるね、 OK、 予報来てるね。そしたらこれ、ここ先っちょ鼻に入れると痛いんで、ちょっとこれでね、自分の鼻の太さにこう巻きます。先っちょ痛いから、先っちょがこうで刺さるとさ、ほら痛いじゃない。だからこれビニールテープでこうやって巻いてね、ビニールテープこれ、ね、有効に活用しますよ、これ、うん、どれぐらいかな、肌つばってすごいでしょ、やばてまみです、ね、
にこう優しく肌のこのこうやってこう優しくさこうやってやるでしょ。でこう空気漏れないように。うん。でこう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 。もうちょっとかな。もうちょっとかな。もう一周。もう一周ぐらいでこうピタッ。急いで作るから苦しくてしょうがないで苦しくってさ本当に苦しいんだよ。でほっぱにねほっぱにこれね苦しいんですよ。ほっぱにもうああほっぱにこれだけはね本当勘弁してほしいですわ。ほっぱにってマットエイジです。でこっちもねこっちも3周します。3周最終ノーカットでお届けしますよ。ノーカットでね新しいアドトークもお楽しみください。新しいアドトークもお楽しみください。早く早く早く苦しい苦しいよ。生命維持装置も自分で作るぞ。エクボは作れねえけど、これぐらいなら作れる。これぐらいなら。ビニールテープとホースとストローでね、人工呼吸器作りますよ、これ。よかったら皆さんもお試しください。これ花粉症の方とかもいいんじゃないかな。うまくいくかな、これ。さあ、できました。できましたよ。これ、鼻にスポット入るかな。OK!オッケー。よし。鼻かみますわ。ちょっと鼻水されてきたから。よし。さあ、どうかな。では、いざ。いざ。いきます。いきます。鼻膨れるだけだったって。押し切れ押し切れ押し切れ。どうした化け物。苦しくない。あ、苦しくない。あ、あ、いいわ。あ、空気来てる、空気、喉に空気当たる。くるくるくる、いいね、これいいね。
いよこれ。こっちの角度がある、角度がある、角度が。あ、いいね。あ、いいねこれ。こうだといいね。こうだとダメだけど、下から上にかけてこうだ、こうだ。あー、くるくるくる。下からこう、こう、こういくのいいね。どうだこの野郎、勝ったぜ、勝った。うん、これだ。うん、すげえ熱きてる。ベストの位置どこだ、ベストの位置、 ベストの位置はどこだ。ベストポジション、これだ、こう。あ、これベストかな。あ、これベストだわ。あ、苦しくない。あ、いいね。うん。なんか、うん、口閉じてみる。こうなる、こう口膨らんでくるよ。ワブルボールって当たるボールだよ。これはいいわ、空気来てる。これ天才だな、俺。天才だな。勝ったな。